はい、どうも、タクタクです。三つの禁止書、やっていきましょう。ここでなんかすごいことに、何これ、えぐり取られたような。なんか謎の魔法使いみたいな感じの後ですね。これもう戻っちゃっていいのかな、これ。扉開けた。もういねえのかな。素直にも戻るだけ？こんな感じだったっけ？でももうブツは手に入れたんですよね。あー、ある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 。からの幸せ玉って手に入ったんだっけ？いや、入ってないはずだ。落ち着け落ち着け落ち着け。危ないとこだった。幸せ玉って確か手に入ってないよね。こっち行って、こっち行ってね。ほらほら、あそこ行ってないもん。こいつまだ生きてる。これどうすんのかだよ。この中で繋がってるってことかな？ちょっとわかんないから飛ばしますか。でももう戻ってこれないみたいだけど。いいのかな？戻ってきました。あ、なくなっちゃったみたい。どうなのかな？いけないのかな？まあ、次のやつ行きますか、もう。わかんないもんね。あ！無人島の館、裏！こっから行くんだ！いや、それはわからんわ。それめっちゃ悩んでたもん、俺。あ、行けるんかーい！裏来ましたよ。なんか館みたいのに続いてたよね。うわ、館じゃない。小屋。例の実態化実験。もしこの研究が外に漏れたら、我々は国際指名手配を受けてしまうだろう。そうなってしまっては我々は異端者となってしまう。我々は異端者ではなく正式な研究者として実験の成果を世界に知らしめなければならない。そのため、研究で出てしまった死体やゴミはこの施設に埋め込まなければならなかった。しかしその状況を打開すべく開発された魔獣サンプルナンバー3432ウロト。失敗した素体を処理するのにこのウロトの存在は欠かせない。ゴミであろうと死体であろうと有毒な物質だろうとウロトは全てを飲み込む。我々が持っていると不都合なものもウロトにかかれば何もかもなくなる。今まで溜まっていたゴミもすっかりきれいになり、匂いも前よりは良くなった。だがウロトにあまり近づかないよう注意が必要だ。奴は生きた人間も飲み込む。それさえ注意すれば問題ないだろう。ウロト、なんか謎の生物がいるみたいですね。実験体。ちょっと怖いから一回はもう20個セーブしてた。セーブして。ウロトがいるんじゃないの、この下に。あれか？ B1。これのこと？ドクロの絵が描いてる。違うみたい。ゴミ処理場。開かない。ウロト注意。扉を開ける際、ウロトが近くにいないかどうかしっかりチェックすること。開くのかな？開かない。ウロトって何？お、でもロープがない、これ。ロープが切れている、どうしよう。あ、ロープあるよ。結構感じのロープだね。ん？え？使えばいいだけなんじゃないの？使えへん。え、どうしようもないね。え？いけないってこと？あれ？短すぎるってことかな？何個かが最低ないと無理みたいな。じゃあまあ、ここは後だな。後回しにしましょうか、結果的に。他に何かあるか？他にはない。結局は後回しか。まあまあ、いいでしょう。でもなんかロープ2個あるから、他にも使うとかそういうことではなく。
単純に個数の問題、長さの問題。まあ、考えてもしょうがないか。これなんだっけ？これ何の世界？あ、こう、わかんないの、結局。なんか幸せ玉関係な気はする。眺めいいところ。幸せ玉、もう2個もあるんだ。2個という思うか。あ、なになになに？あ、消えた。なんか消えたね。なんか消えました。ここはわからない。砂漠に行かなきゃダメなんじゃないかな、多分。こっちは、あ、ちょっと話聞いてみる？エインさん、持ってきました。あら、意外と持ってくるの早かったわね。ぐすん。どうしたの？あの屋敷とっても怖かったよ。変なのがいたよ。あ、そうそう。あれが実験された人型の悪霊よ。この資料に書かれていることによると、悪霊を実体化し、さらに人間に近い存在にするという実験。私はその方法を知りたかったのよ。でも意外とシンプルな方法なのね。もういや、怖い怖いよ。さて、アインスちゃん残りは2つよ。頑張って集めてちょうだい。嫌だよ、怖いよ、もう行きたくないよ。ダメ、行きなさい。エインスさんの鬼、悪魔、何とでも言いなさい。さあ、頑張れ。もう泣かないの？ぐすん。仕方ないわね。これあげるから元気出しなさい。お守り。これは、ただのお守りよ。あ、ありがとうございます。それ本当にただのお守りだから、何から守ってもらうとか期待しちゃったらダメよ。だったらこれお守りじゃないよ。さて、それじゃ残りの2つ頑張ってね。あ、そうだ、アインスちゃん。何ですか？今持ってるアイテム、必要でないものを捨てておくわね。あ、ありがとうございます。実は荷物が重いで困っていました。それじゃいらないものを捨てちゃうわね。もう使い道のないアイテムを全て捨てた。よし、これでいらないものは全部なくなった。それじゃ残りを頑張ってね。あの実験の資料、それをアインスちゃんが持っておいてちょうだい。私は目を通したからもう必要ないわ。それなら捨ててもいいですか？一応持っておいて。なんでですか？いいから持っておいてちょうだい。はい。なんだろう、ロープはある。なんだろう、自分用のご飯。まあ行きますか。はい、エインスは厳しいな。砂漠の方になんか行ってみたい気もするんですよね。こっちはなんだっけ？ウルドラ大陸。闇雲。はいはい。ここが？フォレスト砂漠。まあ、砂漠行きますか。なんかいろいろ避けなきゃいけないみたいなこと言ってた気もするけど。本当に砂漠。アリ塚みたいのが見えるな。アリ塚さんですね、これ多分。ここは何を取りに行くんだったっけ？忘れちゃった。忘れんなし。でもまあ、このなんだろう。下はちょっと明るい。降りても大丈夫そうな高さだけど、どうしよう。覚悟を決めて降りる。やるしかないよね。と、おー、いた！痛い。白い球体がある方へ進みなさい。それが正規ルートよ。ただし3階の途中で白い球体はなくなるから注意してね。ハート。この字もしかして、まあそういうことですよね。白い球体があるところへ行け。別になんか不自然なところはないですけどね。あ、このレバー。開く。なんか難しいことあんのかな。あ、あっち行っちゃだ。うわー、気持ち悪い。この先は地下にいいよ。頑張ってアインスちゃん。今更だけど、これいつ書いたのかな。なんか試練的なことなんかね。うわっ、きー、これだ。倒したってこと？でもまだまだだね。あ、そろそろもうないわよみたいな張り紙ですかね。なんか入ってる？何もない。この先ワームが多すぎたので私のモチベーションが下がりました。だから私は帰ります。あ、それから、ちょっとワームやりすぎちゃったから、
この先グロ注意ね、ハート。うん、私帰る。わお、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 すごいね。わ、でもなんかいる。これはやれば壊れる仕組み。なんかどっかが開いた。お、何これ、どういうこと。あ、わけわからん。あ、わけわからん。あ、でも、ん？ん？どういう仕組み？多分先に開くんでしょ、これ多分。どっかやったら。あれ、開かないの？ん？いけないよね。多分法則があるんでしょうね。三つとも、あげる。あ、ここにもある、よく見たら。これ全部下げとかなきゃダメみたいな。どうです？なんでここだけ開いてないの？あ、待って。わかったかも。これだ。違います？ここが、ほら。この人形は何？うおー！吹っ飛ぶシステム。ここなんで？いや、チュートリアル臭い、これ。そこはどうやったら開くんだろう。しまったままだ。今度あっちが閉まっちゃう。こっちが閉まっちゃうでしょ？忙しいなぁ。忙しいなぁ。あ、いけるかな？あ、いける？おっと、これは大変な仕組み作りましたね。これどういうことなの、これ。何この埴輪。あ、セーブ推奨来ましたね。さあ、来るぞ、何かしら。うえぇー、ワームが来る。キャー、逃げろーったーったーやばい、こんな、大丈夫かな。あーっあっ！あっ！あ、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 なんだ、いけんのか。あー。いただきます、されました。あれ？ゲームオーバー。はい、というところで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回もよろしくお願いします。次回はリベンジ。ではまた。